いらっしゃい。安民文学館へようこそ。このチャンネルでは、青空文庫に入っている近代文学の作品の中から、短い小説や随筆を朗読し、打足のおしゃべりも少し加えて、皆様の安民をお手伝いしたいと存じます。今夜はこんな作品をご用意しました。どうぞごゆっくりお楽しみください。 柳田国を、山の人生より。町にも不思議なる迷子ありしこと。北国筋のある大都会などは、ことに迷子というものが多かった。二十年ほど前までは、冬になると一晩として、いわゆる金太鼓の音を聞かぬ晩はないくらいであったという。山が近くて天狗の多い土地だから、 と説明せられていたようである。東京でも以前はよく子供がいなくなった。この場合には町内の州が各一個の町賃を携えて集まり来たり、夜通し大声で呼んで歩くのが義理でもあり、また慣例でもあった。関東では一般に迷子の迷子の何松やいと繰り返すのが普通であったが、 髪型編では、かやせ戻せと、ややゆるりとした悲しい声で唱えて歩いた。子供にもせよ、紛失したものを尋ねるのに、金太鼓で探すというは、実は変なことだが、それは本来創作ではなくして、奪還であったから仕方がない。もし迷子がただの迷子であるならば、こんなことをしても無益な代わりに、 大抵はその日その夜のうちに消息が判明する。二日も三日も探し歩いて、いかにしても見つからぬというのが神隠しで、これに対しては右のごとき別種の手段が初めて必要であったのだが、前代の人たちは久しい間の経験によって、子供がいなくなれば最初からこれを神隠しと推定して、それに相応する処置をとったものである。 神隠しをする神はいかなる悪い神であったか。金星人の思想においては必ずしもごく正確に知られてはなかった。通例は天狗、愚品というのが最も有力なる権威者であったが、それはこのように無造作なる自由運動に脅かされて取った子をまた返すような気の弱い魔物とも実は考えられていなかった。 キツネもまた往々にして子供を取って隠すものと考えられている地方があった。そういう地方では、キツネの技と想像しつつも、やはり盛んに金太鼓を叩いたのであるが、今では単に、キツネはしばらくの間人を騙し迷わすだけとして、これを神隠しの中にはもう数えない田舎がだんだんに多くなっていくかと思う。近年のキツネのいたずらは、 大抵は鷹が知れていた。誰かが行き合わせて大声を出し、または背中を一つ打ったら正気がついたという風で、若い衆や良い年配の親父までが、夜通し近所の人々に心配をかけ、朝になってみると土手の影や泡畑の真ん中に巨トンとして立っていたなどということも、またすでに昔話の部類に編入せられようとしているのである。 しかし寂しい在所の村外れ、川端、森や古塚の近くなどには今でも良くないところだというところが折々あって、その中には悪い狐がいるという噂をするものも少なくはない。神隠しの被害は普通に人一台の記憶のうちに3回か5回かは必ず聞くところで、前後の状況は常にほぼ一様であった。 したがって捜索隊の手配道順にもほぼ旧来の決まりがあり、事件の天末も人の名だけが時々新しくなるばかりで各地各場合において大した変化を見なかったようである。しかも経験の乏しい少年男女にとってはこれほど気味の悪い話はなかった。私たちの村の小学校では冬は子供が集まると いつもこんな話ばかりをしていた。それでいて奇妙なことには実際は狐につままれたものに子供はいたって少なく、子供の迷子は多くは神隠しの方であった。子供のいなくなる不思議にはおおよそ決まった季節があった。自分たちのかすかな記憶では秋の末から冬のかかりにも この話があったように思うが、あるいは誤っているかもしれぬ。多くの地方では旧暦4月、解雇の常族や麦刈り入れの支度に農夫が気を取られている自分が一番危ないように考えられていた。これを官名に、高麦の頃と名付けているところもある。つまりは麦が成長して容易に小児の姿を隠し、 また山の獣などのあぜづたいに里に近寄る者も実際に多かったのである。高麦の頃にかくれんぼうをすると、タヌキに騙されると、文語の奥では言うそうだ。まったくこの遊戯は不安心な遊戯で、大きな建物などの中ですらも、稀にはジェネビエバのごとき悲惨事があった。まして荒野の間には物影が多すぎた。 それがまた、この戯れの長く行われた面白みであったろうが、幼い人たちが模倣を始めたより、さらに以前を想像してみると、忍術などと起源の共通なる一種の信仰が潜んでいて、後次第に面白い村の祭りの式作法になったものかと思う。東京のような繁華の街中でも、夜分だけはかくれんぼはせぬことにしている。 夜隠れんぼをすると鬼に連れて行かれる。または隠し婆さんに連れて行かれると言って、小児を戒しめる親がまだ多い。村を歩いていて夏の夕方などに、こう呼ぶ女の金切り声をよく聞くのは、夕飯以外に一つにはこの衣服もあったのだ。だから小学校で試みに尋ねてみてもわかるが、白母に外におり、または 隠れんぼをすることが何故に良くないか、章にはまだその理由を知っている。福知山付近では晩に暗くなってから隠れんぼをすると隠し神さんに隠されるというそうだが、それを他の多くの地方では、たぬききつねといい、または隠しばあさんなどとも言うのである。隠しばばあは古くは小鳥山などとも言って、 実際、京都の町にもあったことが、延滞略の文那二年三月二十六日の上に出ている。取り上げバ,バアの小鳥とは違って、これは小児を盗んで殺すのを職業にしていたのである。何のためにということは記してないが、近世に入ってからは、血鳥とも油鳥とも名付けて、罪なき童子の血や油を、 何かの用途に供するかのごとく想像し、近くは南京皿の染め付けに使うというがごとき、いわゆる高潔常識の風説が繰り返された。そうしてまだ全然の無根というところまで突き止められてはいないのである。しかし少なくともこの世表の大部分が一種の伝統的不安であり、したがって話であることは 時すぎて初めて分かった。例えば、迷子が黙って青い顔をして戻ってくると、行き地を取られたからだと返して悲しんだものもあったが、そんな方法のありえないことがもう分かって、だんだんにそうは言わなくなった。秩父地方では、子供が行方不明になるのを隠れ座頭に連れて行かれたと言い、または野道会に捕らえられたというそうだが、 これなどは単純な誤解であった。隠れ座頭は広く大雨関東にわたって岩屈の奥に住む妖怪と信じられ、曹州の机などでは踏みカラウスの下に隠れているようにも言っていた。すなわち、普通の人の目に見えぬ社会の住民ではあったのだが、これを座頭としたのは右のごとき地底の国を隠れ座頭と,と名付けたのが元である。 隠れ里本来は昔話のネズミの浄土などのように風気愚足の旋回であって、祈れば家具を貸し金銭を授与したなどと説くのが昔の世の通例であったのを、人の信仰が変化したからこんな恐ろしい怪物とさえ返せられた。多分は座頭の職業に若干の神秘分子が伴っていた結果であろう。 それから、野道会は、また、野道家と呼ぶ人もあった。文字には、夜の道の会と書いて、小鳥の名人のごとく伝えられるが、実は、ただの人間の少し下品なもので、中世荒野聖じりの名をもって諸国を修行した奉仕、すなわちこれである。武州小川の大塚五道君の話では、野道会は、見たものはないけれども、 宝発兵衣の赤字見た人が大きな荷物を背負うて歩くのをまるで野道会のようだと土地では言うから大方はそんな風邸のものだろうとのことである。実際荒野聖は行商か型商売でいつも合力同様に何もかも背負うて歩いた。そして夕方には村の辻に立って野道かと大きな声でわめき、 誰も宿を貸しましょうと言わぬ場合には、また次の村に向かって去った。旅にすれて駆け引きが多く、その上折りは法力を傘に来て、善人たちを脅かしたゆえに、荒野ひじりに宿貸すな、娘取られて恥かくな、などということわざまでもできたのである。だんだんこんなものが村に来なくなってから、単に、 子供を脅す想像上の外敵となって長く残り、その子供がまた成人していくうちに次第に新しい妖怪の一種にこれを数えるに至ったのは注意すべき現象だと思う。我々日本人の精神生活の進化にはこういう村里の隠し神のようなものまでが取り残されていることはできなかったのである。 神隠しに愛いやすき気質あるかと思うこと。変態心理の中村古郷くんなどもかつて欧州七の辺編の実例について調査をせられたことがあった。神に隠されるような子供には何かその前から他の児童とやや違った気質があるか否か。これが将来の興味ある問題であるが、私はあると思っている。 そして私自身なども隠されやすい方の子供であったかと考える。ただし幸いにしてもう無事に歳をとってしまって、そういう心配は完全になくなった。私の村は剣道に沿うた街並みで、山も近くにあるのはほんの丘陵であったが、西に川筋が通って屋材所は深く、やはり 具品さんの話の多い地方であった。私は耳が早くて、怖い噂をたくさんに記憶している児童であった。七つの年であったが、辻向かいの家に湯に招かれて、秋の夜の八時過ぎ、母より一足先にその家の戸口を出ると、不意に放火無理をした屈強な男が横合いから出てきて、私を引っかかえ、とっとと走る。 恐ろしさの行き止まりで声を立てるだけの力もなかった。それが私の門まで来ると、くぐり戸の脇に私を下ろして、すぐに見えなくなったのである。もちろん近所の青年のいたずらで、後にはおおよそ心当たりもついたが、その男は私の母が怒るのを恐れてか、断じて知らぬと、どこまでも主張して、結局その事件は不可思議に終わった。 宅ではとにかく大問題であった。多分私の目の色がこの刺激のためにすっかり変わっていたからであろうと想像する。それからまた三四年の後、母と弟二人とキノコ枯れに行ったことがある。遠くから常に見ている小山であったが、山の向こうの谷に暗い寂しい池があって、しばらくその岸に降りて休んだ。 夕日になってから再びキノコを探しながら同じ山を越えて元登った方の山の口へ来たと思ったらどんな風に歩いたものかまたまた同じ寂しい池の岸へ戻ってきてしまったのであるその時もぼーっとしたような気がしたがえらい声で母親が怒鳴るのでたちまち普通の心持ちになったこの時の私がもし一人であったら おそらくはまた一つの神隠しの例を残したことと思っている。これも自分の遭遇ではあるが、あまり小さい時のことだから他人の話のような感じがする。四歳の春に弟が生まれて自然に母の愛情注意も元ほどでなく、その上にいわゆる虫毛があって機嫌の悪い子供であったらしい。その年の 秋のかかるではなかったかと思う。小さな絵本をもらって寝ながら見ていたが、しきりに母に向かって、神戸にはおばさんがあるかと尋ねたそうである。実はないのだけれども、他のことに気を取られて、母はいい加減な返事をしていたものと見える。そのうちに昼寝をしてしまったから、安心をして目を離すと、しばらくして行ってみたら、もういなかった。 ただし心配をしたのは3時間か4時間で、未だ金太鼓の騒ぎには及ばぬうちに、幸いに近所の農夫が連れて戻ってくれた。剣道を南に向いて一人で行くのを見て、どこの子だろうかと言った人も2、3人はあったそうだが、正式に迷子として発見せられたのは、家から二十何丁離れた松林の道端であった。 折よくこの辺の深海端に来て働いていた者の,の中に、隣の親父がいたために、すぐに私だということが知れた。どこへ行くつもりかと尋ねたら、神戸のおばさんのところへと答えたそうだが、自分の今かすかに記憶しているのは、抱かれて戻ってくる道の一つ二つの光景だけで、その他はことごとく後日に母や隣人から聞いた話である。 前の横須賀から東京駅まで来た女の子の話を聞いても、自分はおおよそ事情を想像しうる。よもやこんな子が一人でいることはあるまいと思って、駅府も乗客もかえってこれを怪しまなかったのだろうが、外部の者にも了解しえず、自身も後には記憶せぬ衝動があって、こんな幼い者に意外なことをさせたので、調べてみたら必ず、 一次性の脳の疾患であり、また体質か遺伝かにこれを誘発する原因が潜んでいたことと思う。昔は7歳の衝動が庭に飛び下って深海驚くべき弦を発したという記録が多く、古い信仰では蝶や共にこれをたくせんと認めて疑わなかった。それのみならず、 特にそのような傾向ある商人を探し出して、至って重要なる任務を託していた。よりわらわというものが、すなわちこれである。一通りの方法で所要の状態に陥らない場合には、一人を取り囲んで大勢で唱え事をしたり、または単調な楽器の音で司法からこれを責めたりした。警察などがやかましくなって後は、 努めて内々にその方法を講じたようだが、以前は随分頻繁にかつ公然と行われたものと見えて、今もままごとと同様にこれを模倣した小児の遊戯が残っている。中の中の小坊主とか、かーごめかーごめと称する遊びはまさしくその名残である。大きくなって世の中へ出てしまうと、もう 我々のごとく常識の人間になってしまうが、成長のある時期にその傾向が解き合って現れるのは、おそらくは説明可能なる生理学の現象であろう。神に隠されたという少年、青年には注意してみれば何か共通の特徴がありそうだ。かしいとか賢いとかいう古い時代の日本語には普通のこのように無邪気でなく、何らか やや宗教的とも言うべき傾向を持っていることを包含していたのではないかとも考える。物狂いという語なども時代によってその意味はこれとほぼ同じでなかったかと思う。こんばんは。 館長の万字理元本です。今回は会本のりの2回目として、柳田国夫の山の人生から神隠しに関係する部分を取り上げました。柳田国夫は1875年、明治8年に姫路の北、現在の兵庫県神崎郡福崎町に生まれました。 12歳で茨城県の利根町に移り、旧制一行から東京帝国大学に進み、1900年、明治33年に農商務省に入りました。学生時代から森外の元に出入りし、田山家隊や国木田ドッポらと雑誌を出すロマン派詩人でした。たびたびご紹介している流土会の発起人の一人でもあります。 しかし、結婚して柳田家の養子となり、官僚として活躍するにつれて文学から離れ、日本の農民と共同生活に関心を移していきます。その過程で1910年、明治43年に佐々木紀前からの聞き書きをまとめた塔の物語が民族学という新たな学問の出発点となりました。天狗や河童、 座わらしの登場する遠野物語が生み出された背景には、世紀末のヨーロッパから伝わった心霊学の影響を受けて、日本でも百物語のイベントがあちこちで行われるような怪談と心霊ブームがありました。柳田国夫も博文館に入った田山家隊と共に近世紀段全集の出版に関わっています。こうした環境が 東土物語の後押しをしていましたが、一方で、この書物が柳田の文学仲間から階段文学としては敬遠されたことも事実でした。柳田の志は東土物語序文に宣言されるように、すでにおとぎ百物語のととは異なっており、当然東土物語も、いわゆる実話系階段とは異質なものとなっています。 さて、1925年、大正15年に出版された山の人生は、日本には平地で農業を営む農民だけでなく、かつて山の民というべき人々が暮らしていたという壮大なイメージを打ち出した書物として有名です。その中で、明治になってからも珍しくなかった神隠しが取り上げられ、柳田国夫が幼い頃に、 神隠しに相いかかったという原体験が語られています。さらにそれが天狗や狐、お化けや妖怪、さらに昔話や子供の遊びなど、柳田が生涯関心を持ち続けた様々なテーマと関連づけられています。自分自身の原体験の上に、いわばロマン派詩人の直感として多様なイメージが重ね合わされ、 それが独自の日本文化論として成長していったのでしょう。しかし彼自身は晩年の自伝、故郷七十年の中で山の人生について内閣法制局に勤めていた頃に読んだ裁判書類に書かれた事件をきっかけとして書かれたと語っています。柳田の関心が遠い過去のロマンではなく、 常に現在の日本社会にあったことを物語っています。私はこの作品のそういうところが気に入っていますが、皆さんはいかがでしたでしょうかご感想などコメントでお寄せいただければ幸いです。拙い朗読で恐縮ですが、ご視聴いただいてありがとうございました。ではまた。